トルトカレーをアレンジの巻。体がなまる。おはようございます、修作でございます。いやー、家にこもる期間が長いと体がおかしくなってくるね。外で外食したいけども、やっぱり家で飯食った方がいいしね。まあ何かと家で料理をすることも増えたと思うんだけども、今日はちょいとね、僕のおすすめの料理を紹介しようかと思ったんですよ。これほら、レトルトのカレーあるでしょ。これをね、ちょいと工夫するだけでめちゃめちゃうまい料理になるのをちょっとご紹介しようかと思ったんで、ぜひみんなにも真似してほしいなと思って、早速作っていくか。今日使うのはこれね、声優で売ってた85円のカレー。もう安いのでいいのよ。なんかこういう器あるじゃん。ご飯入れて平べったくする。トーカルチーズちょっと入れて、やべ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 、温めなくてもいいからね、平べったく伸ばしとこう。生卵ポチョン、そしてチーズをたっぷり。いい感じ。焼く。オーブントースターでもいいよ。いい感じ。どうだ、感じじゃん。卵がとろりんちょしてるよ。いただきます。おお、いいね。うん、うまい。ただのチーズカレーと違ってやっぱ焼いてるから香ばしさ出るね。おすすめはちょっと辛口のキーマカレーで作るとうまい。だいたい女子高生こういうの好きだろ、チーズ伸びんの。ちょっとタバスコとかかけて味変しちゃおう。うん、これはこれでうまい。タバスコチーズ合うんだな、やっぱな。うん、ごちそうさまでした。いやー、すげえうまいし、なんてたって作るの楽だからね。ぜひレトルトカレーにマンネリを感じた方は試してみてくださいな。ということは今日このまま終わっちゃおうかな。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あれま